ガンダム世界では当たり前で、その後アニメとか SF でよく使われることになったんですけども、おそらくこんなセリフをですね、子供向けのテレビアニメで言ったのは初めてです。高熱源体接近というふうに言います。シャアが逃げた後ですね、全員が写真撮られた、逃げられたとパニックになっているところですね、いわゆるオペレーター、さっきのレーダー手みたいな人からですね、セリフが入ってきます。ガンダム世界では当たり前で、その後アニメとか SF でよく使われることになったんですけども、おそらくこんなセリフをですね、子供向けのテレビアニメで言ったのは初めてです。高熱源体接近っていうふうに言います。オペレーターが高熱源体接近っていうとですね、ブライトがミサイルかっていうふうに問い返します。うまいセリフですね。つまり高熱源体接近っていうセリフだけでは見てると何のことか分かんないけども、ブライトさんがミサイルかと、その正体はミサイルかと聞いてくれたおかげで、頭の中でなんとなく漢字に変換できるんですね。熱源、いわゆる熱を発するものの大きいものが接近していると。だからオペレーターが大型ミサイル、回避運動は左12度、下へ8度、つまりミサイルです、接近してきます、着弾しますではないんですね。高熱源体接近って言って、で艦長からですね、ミサイルかと聞かれたら、大型ミサイルです、回避運動、つまりどうやって避けたらいいのかというと、左へ12度下へ8度やってくださいっていうふうに自分の船の舵取りの方向まで指示する。そうするとブライトが未来って言って、すぐにダッシュ、いわゆる船のハンドル握ってる人ですね、まだまだ素人なんですけど、ダッシュに未来っていうふうに言うと、未来はその瞬間に回避運動は左12度下へ8度と言われたのが自分だと分かって、慌てて舵を切ります。ブライトさんが遅いっていうふうに独り言言っちゃうんですね。そうするとアムロがですね、キャッチしたっていうふうに答えます。ブライトがえって言うと、やってみますというふうなことで、これから持っているビームライフルで飛んでくるミサイルを狙撃するということをアムロが宣言するわけですね。そうすると頼むっていうふうにブライトさんもつい答えてしまいます。それに対して急に割り込んできた竜が離陸するぞっていうふうに言います。もうこのシーンなんですけども、今のやり取りのですね、絵がこれなんですね。ブリッジでですね、何も映ってない宇宙空間の外を見ているこのブライトさんと、あとモニターに小さく映ってるアムロと、その上の大きいモニターに映っている竜ですね。竜はこれから索敵用っていうのかな、偵察用の飛行機コアファイターに乗って発進しようとしているところなんですね。だからそれまで発進の準備している竜がようやっとここで発進するので、あと罹患するっていうふうなことを言うんですけども、本来これってなくても、この位置でなくてもいいんですよ。ただ番組の作り手が、アニメの作り方が見せたかったのが、あらゆる指令が一斉に入り組んでる感じですね。全員がパニックにならずに入り組んでる感じってのは何かというと、まずレーダー手が高熱源体接近って言って、それの判別でミサイルかというふうに聞いたら、大型ミサイルです、回避運動はこっちですって言うと、素人のダッシュがぼんやりしてるから未来っていうふうにブライトさんが言う。そうすると未来さんがあって慌てて舵を切っても、それでも遅いっていうので、そうすると小さいモニターのアムロ君が、いや狙撃できますと言うと、やれるかっていうふうに聞くと、大きいモニターでようやっと発進する、まあ一応見習いのパイロットで、まあ竜がコアファイターに乗って発進するっていうのですね、この5秒間ぐらいに起きたことをですね、一斉に見せようとするから、こういうコンパクトな詰まった画面になるんですね。これをあえて一つ一つ画面切り替えて、アムロを見せる、竜を見せるとかではなくて、小さい画面でアムロ、大きい画面で竜っていうですね、本来のバランスとは逆のもので見せていくことで、画面の中に求心力ですか、どの部分に向かって見てる人間の注意がこう集中していいのかっていうのを演出がコントロールしてるんですね。飛んでくるミサイルをですね、見事アムロは撃ち落とします。2発ミサイル来るんですけど、1発目はもう初弾で当てて、2発目は1回外したんだけども、クソって言ってアムロ君はホワイトベースに着弾する、スレスレで落とすんですね。ところがこのミサイル、2発のミサイルというのはですね、シャアのですね、手でですね、単なるですね、なんて言えばいいのかな、おとりに過ぎないんですね。オペレーターがですね、続いて接近する物体2つあります。ブライトが、なんだモビルスーツのようです、ザクか。ここでようやっと初めてジオン側の狙いが分かるんですね。高熱源体接近ってミサイルが来て、それに対応して回避運動をして、アムロが撃ち落とすっていうことをやってる間に、ミサイルよりはるかに遅い速度のモビルスーツが後ろからやってきてたんですね。これモビルスーツだけが来ちゃったら、もっと前に発見されて
おそらく撃ち落としみたいなものが始まるんですけども、それをさせないためにまず高速で動くミサイルを2発撃ってから、その後でモビルスーツを出すっていうですね、何段構えにもなってるこのシャアの戦略の凄さというか、多分シャアですらない、こんなもんドレンでもできるんです。このジオンの戦い方の層の厚さとブライトさんたちの頼りなさっていうのがですねまあなかなかいい感じなんですね。続いて接近する物体2つあります。なんだとモビルスーツのですザクか、でもブライトさん、このスピードで迫れるザクなんてありはしませんっていうふうにオペレーターの一人が言ったら、オスカーが言ったら、マーカー、もう一人のオペレーターが、一機のザクは通常の3倍のスピードで接近してますということで、お待たせしました、シャアの乗るですね通常の3倍速い 赤いザクの登場です。いいとこまで来ましたね、まあ、確かにあの2年前の私、髪型が変ですよね多分ね、あれはねジェルつけてるんですよ。で僕髪の毛ね、細いんですよ。普通の人よりずっと細いから、ジェルとかつけるともう超ペタンコになってですね、今見ててもなんじゃあれはと思ってですね恥ずかしくなったんですけどもですね、いよいよシャアのザクが出てくるんですけど、まあ、その前のシーンですね、どういう段取りでですね、多分あれはあのドレンのですね気の利かせ方だと思うんですけども、まずですね、ムサイから先にザクが発進してるんですね。このザクの発進の仕方、シャアが襲ってくる時のザクの発進の仕方なんですけど、コールドランチっていうやつか、もしくはまあすごい低速で出てると、ロケットブースターを全開で吹かしたらですね見つかっちゃうわけですね。なので軽く吹かすことがですね、もしくはすごい無彩側から発射してもらうような形でホワイトベースの方にバーンと送ってもらうと、でそれで出してしばらくした後でですねミサイルをですね発射すると、そうするとミサイルとシャアのザクとのですね進路が大体同じになるわけですね。ミサイルの方が熱が高い、走ってる熱が高いのでですね、ロケット全開で噴射してますから、そうするとホワイトベースから見たら熱源体としてまずミサイルしか見えないわけです。そのミサイルがですねシャアのザクを追い抜いていったところでですね、ホワイトベースの方が気がついて、で慌てて何とかしようとか避けようとか撃ち落とそうとしている時にですね、そうすると撃ち落としてホッとすると、そのすぐ後ろには実はシャアのザクが迫ってきたと、なんかねそのあたりのですねやり取りだと思うんですけどもですね、後半はですねなぜシャアのザクは通常の3倍速いのかっていうですね、それはシャアのパイロットとしての、卓越した技術でもあるんですけども、それとですね同時にですねシャアのちょっとした弱点みたいなものも話したいと思います。この考察は、後半で話したいと思います。それでは、有料放送の方に切り替えてください。よろしくお願いします。現在に至るまで多数のロボットアニメなどで多用される高熱源体、接近の初出がガンダムだったとは勉強になります。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。